ぜひ皆さんお越しください。ということでですね、ちょっと昨日私たまたまテレビ見てたらですね、テレビに翔さんがいまして、まあ、いるんですけど、決まってるだろ。俺もたまには仕事してるよ。これ日中翔さんにご挨拶させていただいて、家帰っても翔さんがいて、その後のテレビにも娘さんが出てらっしゃって、そうかずっと翔さんデーだったんですけども、なんかAスタジオ、来週ね、出られる来週、そうだね、鶴瓶さんの A スタジオ、あ、その前に多分 A スタジオの前じゃないかな、多分有吉の難問クイズ、あ、それでんだよね、超難問だったよ、あれ超難問、カブトムシ50匹言えるかみたいな。すごい、それはすごい。俺カブトムシ50匹言えますって言うから、軽く言えますって言ったんだよね。それで資料を見たら5000匹ぐらいいるのよ。こんなにいるのカブトムシ。そんなに種類いるんですね。いや、俺最初見た時にちょっと待ってお前、俺5匹ぐらいしか知らねえじゃん。いや、ほんと大変な撮影でしたね。まあちょっと楽しみにしてください。まあ、来週のね、結構検討しました。来週の金曜日になりますので、はい、今日何があるの？え、何、家を、ああそうだ、あ、それ結構面白かった。家を、あのね、この家いくらで買いますかみたいな。いくらで買いますか、うん、そういう、要するにプロがいて、はい、家を見せてくれて、この家いくらで買いますかみたいな、それでこういう落とし穴がありますみたいな、そういうような番組。皆さん、それ結構面白かったよ。俺結構家好きだからさ、超質問とかするんだよね。何笑ってんの。家を、家、そういうバラエティだよ、だから、番組、番組、翔さんが買うわけじゃないです。いや、俺は買わない、俺だって家持ってるもん。これ以上ね、趣味も増やしてもね、2個も3個いらないよ。翔さんのスペシャルトークショーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、盛大な拍手で、ありがとうございます。この後14時からですね、翔さんのブースにてサイン握手会、また15時からですね、ひろみさんとのトークショーがまたございますので、その際も多分このフルメンバーが来てくださると思いますので、お待ちしております。どうもありがとうございます。